さあ、こたびは名古屋おもてなし武将隊久米と一匹のゴリラがおるてな。あれゴリラどこだ。彦の神清正と西ゴリラ清正がおるてな。清正。ちなみに徳川様が西ゴリラとおっしゃられたけどもな、多くの者は勘違いいたしてシャバーニは西ローランドゴリラであると勘違いをする者は多いやもしれませんが、本来は西ゴリラでございまして、西ローランドゴリラの亜種でございます。西ゴリラは生息地域がまことに少のござる、1箇所しかおらぬ。ローランドゴリラは様々な地区におり申すけども、西ゴリラはまことに中央アフリカこちらにしかおらぬという絶滅危惧動物に指定されておる、そういった次第にございます。そして先ほど神より伺ったのでございますけども、先ほど拙者が縁室の地にこのアートを叫び申した、あの袋テナガザルの刑事のモノマネ、徳川様がとんでもなくうまいとそんなことはない、そういった覚えを聞き申しておきたいな。一度聞いてみたからですか。武士のことは誠にございます。しかしあの袋テナガザルもあのなぜ泣くのかご存知ですか。あれは複数の理由があるのではないか。そうにございます。一つはまあ求愛の手前の女子横の気を引くである、はい、そういった意味合いもある。そうにございます。あとは威嚇も、はい、ここはわしの陣地であるのである、追い払うである。でやはり拙者と徳川様の声が違うように、袋テナガザルも声が違うと、故に鳴き声も違う。たまたまあの刑事という袋テナガザルがああいった鳴き声が中年男性に似てしまうと、こちらによって有名になりました。これ威嚇をするとここが膨れ上がるんです、ね、うん、誠にこの風船に空気を入れたような音がするんです、うん、こちらにて縦横無尽に駆け回り、そして気分が最高潮まで高まると、あーっそういった次第、知識を得れ申した涙の衆。何故お笑い。信長様と共に拙者も東山動植物園参ってんな。東山動植物園、はい。実は信長様たちそれぐらいで引っかかっておったらもう随分と緩やかな歩みになります。動植物園我慢してください、ね、動植物園でございます。10遍に1回ですと清正を止めるのは10遍にで、なんだ全部気になっておったなんだ血がおりました、ね、言ってから怖い手作ろうよ。清正全然握力ないじゃん。いや一般的なものよりは上かな。いやもっとあるの、あの上の層が本当は全然活かしきれてない身体を。面白かったです。それはあるかもしれないです。しかもこれはあの東山動植物園でいわゆるゴリラの握力何キロで4500でございます。4500でチンパンジーが200ぐらいでございます。ということで、まあ、推定でございますが、そんなあの者たちがやったわけですあのそういった授業を当たる際におそらくできるのであれば推定これほどあるのではないかと。ただ清正の場合もそれと一緒、推定48kg。 ただ本当はもっとある。なぜかというとあの握力を測る機械を普通はこのぐらいに握り込むじゃんけども清正は指先で当たったから、機械の扱いが下手くそ。それで48はようやったわ。難しいですね。だから途中で指が滑り落ちて2本ぐらい当たった。それで48。誠の怪力だった。やらば本物。もう加藤清正さんは甲冑を着た後、なぜか汗びっしょりになってます。朝か。もう行こう。何を
しておるんじゃん。いつだったらこれがなぜかこの裏返しになってる。全然このこう当たっとるのにもかかわらず気づかんと。まずはいつだったら一人で切れるようになるか。切れます。切れます。もうこの瞬間この場に出る。それは言い過ぎました。未だにな。拙者としては連名だけ新しい。ああいう。あの一度来てからまああの。お色直しします。ちょこちょこと、ちょこちょこちょこと直してまいり、この写し鏡を見て、白向くから色打ちかけに変えるわけですよ。私だよ。ゆえ泣いておられるんですよ。お泣きになられておりますか。悲しい。改めて。そう。そうするとお前は朝人所に来た段階で白目じゃないと。わかるかも。で次はあの蛇の目の入ったウェディングドレス。それは時間がいりますか。この神清正のご入場です。レースの習わしで最近あの本日は名古屋城日頃上清正日頃上清正とこの言われ慣れすぎ申しありがとうございます。西ゴリラと日頃上清正そしてもうそういった種類じゃないのかって。もう両方ともゴリラの種類である。新種である日頃上清正。こちらの映し板、フードプロップスなるものは名古屋城でございます。日後のゴリラゴリラの今日はあるかね、あると思うよ。でございます。いればまた午後の時間にもあれあればいいよな。あれすごいと思うな。あれ記念になるわ。生涯残しといた方がいいか。生涯ポリポリではこれで全員が揃いました。お昨日帰りました。